今回の町のピンポイントは多良木町です。私の実家へようこそ。あ、違いますね。立派な家でございますけれども、今回はですね、多良木町、湯前町、水上村で開催される奥熊グルメフェアをご紹介します。実家に上がってか。いや大丈夫です。いや違うからね。お母さんおらんて。板垣がお邪魔したのは国指定文化財の大竹住宅。ボンさんの実家ではありません。建物が2箇所折れ曲がった鍵屋造りの建築方法を代表するもので、上から見るとこんな形になっているんです。いやすごい建物ですけども、はい、こちら歴史はどのぐらいでしょう。江戸時代の終わり、今から160年ぐらい前に、博多の大工がここに来て、建てたというふうに伝わっています。人吉藩では、上級武士以外は家の造りの制限がありまして、播磨三軒、6メーター以内で家を作るということだったので、その制限の中で最大限に生かした家の造りとなってます。いや勉強になりました。文化財に続いては奥熊地域の豊かな味覚を楽しむことができる奥熊グルメフェア2021、多良木町をはじめ水上村、湯前町の14店舗が限定メニューを提供。スタンプを集めると抽選でペア宿泊券や特産品セットなどがもらえるそうです。さあ奥熊グルメフェアのご紹介で、こちら川鍋製菓本舗お邪魔しましょう。はい、失礼します。お願いします。やってきたのは1958年創業の川鍋製菓本舗。美味しそうなスイーツがいっぱいです。こちらの看板メニューって何ですか。焼酎ケーキです。焼酎ケーキ、はい、多良木町っていうところに蔵が7軒ございまして、はい、その焼酎を使ったお菓子をっていうことで、コラボしてそれで作りました。今回の奥熊グルメフェアではどんなメニューを。それは焼酎ケーキのショコラ、はい、グルメ、別バージョンってことですね。そうですね。地元多良木町の米焼酎、アルコール度数35度の熊の泉を使った焼酎ケーキ、そのチョコレートバージョンが奥熊グルメフェアに登場。ココアパウダーを使ったスポンジケーキに焼酎を混ぜたシロップを想像以上にたっぷりとハケで塗っていきます。ちなみにこれはご覧のケーキ1個あたりおチョコ1杯分ぐらいの焼酎が入っているそうです。さあこちら焼酎ケーキ、ショコラ、見た目はふわふわのね、チョコレートケーキかなって感じなんですけど、香りがねすごいね、焼酎のいい香りしてますね。じゃあいただきますか。うん、あ、すごい。食感がその焼酎でこう湿ってるからなのか、このすごいしっとりしてるんですよね。この食感もまたすごくいいね。お、美味しいね。ショコラが先に来るんだけど、焼酎が後からふわっと広がってきますけども、これは絶妙なバランスやったもんな。焼酎もうまいんだ、ケーキもうまいんだっていう風になるね、これね。なるほどね、うん、これはね、多良木のピンポイントですよ。確かにな、うん、ああ焼酎とチョコレートの相性もバッチリ。ホワイトデーにもおすすめですよ。さあやってきたのは国道219号沿い、こちらお食事処松藤です。お食事、和食屋さんかな。早い早い、ちょっと待って待って。続いてやってきたのは松藤。今年でちょうど創業50周年を迎える地域に親しまれてきたお食事所です。和食っぽい作りだなと思って、和食屋さんかなってイメージしてきたんですけど、格好はなんか違いますね。あ、そうですね、お客さんによく勘違いされるんですけど、父も洋食を勉強してきて、僕も洋食を勉強してきて、洋食をメインでやってます。あ、そうなんですね。はい、2代目の正秀さんは神戸で洋食の修行を12年、町の洋食屋さんとして地域に親しまれてきた先代の味を守り続けています。松藤の奥熊グルメフェアの参加メニューがこちらの洋風チキン親子プレート。さあやってきました。すごいね。これはいいね。あ、ちょっといただきましょうか。いただきましょう。いただきます。どうぞ。あ、お
店の人からの声が。まずはスクランブルエッグが乗ったこちらの料理から。うわ卵の下にはチキンライスなんですね。だからオムライスみたいな感じですよ。オムライス丼みたいなね。で米がうまいわこれ。お米はタラギさんらしいよ。あ、さすがですね、うん、もうこれはタラギでしか味わえない絶品オムライス。これはピンポイントですね。続いては胸肉を使ったチキンカツ。ソースたっぷりで美味しそうですね。うん、あのこれチキンカツにあのカレーがかかってるんですけど、これめちゃくちゃカレーのルーがまず美味しい。あの洋食屋さんのカレーがそのままかかってるっていうような感じですね。でチキンがあの柔らかい、本当にもう噛まなくても切れるぐらいの柔らかさになってる。美味しいね。あ、うまっ。野菜めっちゃうまっ。これこれ野菜もタラギさんらしいんだけど、うん、めっちゃうまいっす。この野菜もピンポイント。いやこれめっちゃ美味しかったです。ありがとうございます。頑張っていきます。ちなみになんですけど、はい、さっきあのいただきますって言ってどうぞって言われたのは、あ、僕の母です。あ、お母様ですか。はい、お母様、はい、とっても美味しかったです。ありがとうございます。あ、すごい元気いいですね。ちょっとこっち来んですか。いや、結構です。